こんにちは、サラです。今回はですね、キャンメイクの4月の新作を先取りでレビューしていきたいと思います。まだね、3月、中旬にもなってないですけど、わりかし初旬なんですけど、もうロフトに行ったら4月の新作が売られていたので、もう即購入してまいりました。で、今回紹介するのはこちらのジューシーピュアアイズ12チャイティーローズクイックラッシュカーラーロングマスカラの01ブラックと02ブラウン、こちらの3点紹介していきます。で、4月の新作はこれだけではなくて、あと前ね、限定なんて嘘だろって動画出したシルキースフレアイズの1番2番3番が新商品として出ます。あとメルティルミナスルージュのティントタイプから3色で、今回紹介するクイックラッシュカーラー2色ジューシーピュアアイズ12番、あとクリーミータッチライナー05番とミックスアイブロウ08番、パーフェクトマルチアイズ06番、ジュエリーシャドーベール05番、クリーミーファンデーションスティック03番、カラーミキシングコンシーラー03番、フォアレスクリアプライマー02、フォアレスクリアプライマー02ってあれかな、あ、違う、あれだ、こうグロスみたいなタイプの毛穴埋めるやつの青い方かな、あれが定番入りするのだと思う。あとパウダーチークス PW44 番、ごめん、あとあれ、これ持ってた、クリーミーファンデーションスティックを無意識に買ってた、新色の03番、はい、こちらも紹介していきます。じゃあまずこちらのクリーミーファンデーションスティックの新色03番の色味をお見せしたいと思います。で、これね、前限定出てた時にレビューしてめっちゃ良かったんですよ。 SPF も高いし、色味もこんな感じで、もうめちゃくちゃ私の肌にぴったりで、広げるとサラサラするんだけどツヤ感は残るし、カバー力もまあそこそこあるし、確か石鹸落ちだし、塗るの簡単だし、マジ強ファンデーションですこれ。はい、そしたら次こちらですね、ジューシーピュアアイズ12番チャイティーローズ、私の超好きなアイシャドウなんですけど、そちらの新作でございます。新作じゃない、新色。今ね、こっちだけに塗ってるんですけど、すごくね、もう名前の通り、あ、チャイティーローズだわっていう目になれます。締め色はね、そんなに濃くないです。結構ねピンク味出る感じでも、その青みの強いピンクじゃなくて、本当ドライローズの色味なので、すごい春らしい、でも大人でも使えるカラーです。じゃあ反対側ね、塗ってないので塗っていきます。で、下まぶたにも入れていきます。で、涙袋にこの真ん中をのせて、あとアイホールにもこちらを。まぶします。はい、これで完成です。手にね、塗るとこんな感じ。はい、アイシャドウ両目とも塗れたところで、次こちらキャンメイククイックラッシュカーラーロングマスカラの0102を使っていきます。これね、パッケージもね、すごく可愛いんですよ。後ろにまつげちゃん的な柄が入ってます。クイックラッシュカーラーのカール力を備えた繊維入りのロングマスカラ、これ1本で上向きカール、ロングまつげにハート。クイックラッシュカーラーっていう大人気のキャンメイクのマスカラ下地があるんですけど、もうそれいらんよと、キャンメイクさんが、それなしでもこれ使ってみみたいな、そういう素晴らしい新商品が出ました。下地いらずでカールバッチリキープ、上向きまつげが長時間続く、たっぷり繊維で重ねるほどロングに、適度にボリュームも出るので
目元の印象がぐっと際立つで、ウォータープルーフ処方で水汗涙湿気に強い、皮脂による目元のにじみもしっかり防止で、まつげケア成分5種類配合となってます。もう最強じゃないですか。で680円です。安で、もう最初からねブラウンも出しちゃえって感じで、もう全部うちらの願いを叶えてくれてるよ。で手に出すとねこんな感じです。それではこちら側にブラックを使っていきたいと思います。ちなみにブラシはこんな感じ、割と普通サイズですね。もう全然ねダマにならないセパレートまつげができます。超塗りやすいよこれ。はい、綺麗です。で下まつげも普通に綺麗に塗れます。なんかね手に出してみた感じあんまり繊維がね分かんなかったんだけど、塗ってみるとちゃんと繊維入ってるわっていうのが分かります。すごいね地まつげが伸びた。それではね反対側にブラウンを塗っていきます。うん、良い。あの濃いめのねブラウンなので、ちゃんとまつげの存在感は残しつつ優しい印象って感じ。こっちがブラックで、こっちがブラウンです。はい、マスカラがね乾いたので今軽くビューラーをねかけてきたんですけど、すんごいわカール力が。なんかプチプラのマスカラってマスカラ下地ありきのクオリティみたいな、そういうイメージがあるんですけど、なんかもうこれは下地なしでもうこのカール力だからめっちゃ気に入りました。こちら個人的にブラックの方が好きですね。バッチリカールしております。で手に塗ったマスカラをねちょっとクレンジングでこすってみます。はい、結構こすってるんですけどだいぶ強いですね。なのであの優しく負担なく落としたい方はあのキャンメイクからねマスカラリムーバーが出てるので、そちらと一緒に使うとより良いかと思います。まあ、全然ね普通のクレンジングでも落ちるんですけど、より優しく落としたい人はキャンメイクのマスカラリムーバーをおすすめします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと早めだったんですけども、4月のキャンメイクの新作レビューでございました。ということでぜひ気になったらチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。